どうですか。はい、いい感じですね今回ね。すっと片方を3等分。どうも愚かな者です。もう一回言っていい。いや、それでいいよ。それでいい。あ、そう、正しい。平成しよう。じゃあ平成します。じゃあもう一回言っていいですか。はい、はい、どうも愚か者です。ということで愚か者です。今回ですね、私この商店思考シリーズ作ります。僕今日やれるかどうかわかんないですけども、思考のだし巻き卵をやります。もうこれね、相当言われてきました。本当に美味しいだし巻き卵をやれるんですけど、皆さんだし巻き卵のイメージどうですか。やっぱり難しいってイメージありますよね。だし巻き卵って順序さえ踏めば形が崩れたとしても本当に美味しくできるんですよ。だし巻き卵が難しいっていう概念をぶち壊したいんです、僕は。なのでですね、今回はもうこれ全部飲んでからやります。酔っ払いは本当に美味しい至高のだし巻き卵が焼けるのかっていう、なのでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。ということでですね、酔っ払ってても負ける至高のだし巻き卵。酔っ払ってて負けたら至高でしょう、これは。なので至高になっていきます。あー、よっしゃ。でもね、これ食べてみてください。本当にうまいですよ。卵をボウルに割り入れます。これね、 L サイズ卵を使ってます。あの M サイズでもできなくはないんですけども、 M サイズを使うんであればちょっとあの調味料を減らしてください。卵ね、ある程度溶きます。8割9割ぐらいは溶いちゃっていいです。はい、こんぐらいですね。でここに調味料を入れていきます。まずお水です。お水 50cc です。だし巻き卵ってだしが多ければ多いほどふんわりしてうまいんですよ。白だしです。これもう白だしはヤマキの使ってます。 100cc あたり 10g の塩分のものです。はい、これ大さじ1杯。お塩です。これね、一つまみ。少し濃いめ作ってますんで、濃いめがあんまりお好きじゃないって方はお塩いらないかもしれないです。であとお砂糖、これね一つまみです。はい、これが一番うまい。でこれで混ぜる。一番うまいと思った配分です。はい、これで OK です。はい、じゃあ焼いていきます。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まず卵焼き器ですね。これ四角いやつで、大きさ的には木桜丼がこれぐらいなんで、これぐらいの大きさです。これがね、卵2つのだし巻き卵に一番適した大きさのものです。ここに油を引いていきます。油ね、だいたい小さじ1半ぐらい。ただね、これね、卵焼き自体がテフロンなので結構ね、ツルツルっといってやりやすいやつになりますんで、ヘラの方が簡単です。中火でいい感じになってきましたね。最初に卵液を入れます。で、卵液入れる量は全体が埋まるぐらいです。最初はこれぐらいでいいです。で、まずは芯を作っていきます。で、このプツプツってのがあったらちょっと潰していくね。最初に芯を作っていきます。最初にね、温めたんで結構ね、すぐね、芯ができると思います。固まっていくと思います。そしたら、こっちから巻いていきます。はい、パランとパランとね、こんな感じです、ね、パランとパランといってください。はいはい、そしたらここで、この卵焼きの芯ができました。そしたらこういう風にちょっともうしょっぱながらちょっとカレーにいってないですけど、味変わらないで大丈夫です。はい、そしたら、次またやっていきます。2回目からね、できるだけ薄めにやっておいて、そしてこの卵、この芯の下に卵の液をくぐらせる。そうすることによって非常にですね、巻きやすくなります。ここにね、卵をつくんでね。はい、そしたら、で、またどうですか、みんな固まってきましたね。そしたらもう一回こうやってポロンと、はい、巻いていくと、ポロンと、はい、こんな感じです。はい、こんな感じね。はい、そしたらまたこのここに滑らせて、で、油が足んなくなったらね、ちょっと引きましょう。少しでいいです。はいはい、そしたらもう一回ね、焼いていきます。
薄くですよ、薄く。大体ね、5回ぐらいはこれを繰り返すと思います。で、出汁が多いんでね、結構難しいんですけども、あ、ここでね、またこの下にくぐらせてくださいね、これね、下に卵液をこう染み込ませてください。で、すぐに固まってくるんで、こうしたら、もう一回こうポロンとはい、巻いてってください。はい、こんな感じです。はい、そしたらもう一回滑らす。まだ油残ってますんで、もう一回やっていきます。もう酔っ払いでもできんじゃん。全然シラフの時と変わんねえ、これ。はい、そしてまたこの下にくぐらせると。でね、ちょっとね、中火、若干弱めの中火ぐらいにしてます。そしてまたこのここが固まってきたらですよ、固まってきたら、全体的に固まらせてくださいね。固まってきたらまたひっくり返します。こう巻いていきます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じ。はい、どうですか。はい、いい感じですね、今回ね。はい、でもう一回やっていきます。今ね、もうちょい油足しましょうか。一回油足します。少しだけね、油の量はね、ケチっちゃダメですよ、皆さん。はい、そしたらまたこの下に卵液をくぐらせます。はい、下に卵液入れる感じですね。はい、はい、そしたら、はい、だいぶ固まってきましたね。固まってきたらまた巻きますよ、これ。はい、はい、じゃあ巻いていきます。パタンと。はい、今ちょっと裏技を使いましたね一回で負けちゃいましたね。はい、はい、そしたら一回滑らせてください。はい、じゃあ最後いきます。はい、これもう全部入れちゃいましょうね、これね。はい、そしたら今回も忘れずにここの下に、卵液をくぐらすとね、卵液を入れ込む感じですね。はい、うん、そしたら、まぁ、ちょっとこういう基本のところはね、ちょっと潰していってもらって、潰したところに卵液を入れ込んでいきます。ね、今もすごい綺麗にできてますけどね。そして、全体がね、卵液が固まってきたなぁ。あ、もう巻けるかなって思ったぐらいにですね、ここで巻いていきます。入れてって、パタンと。はい。で、もう一回パタン。で、パタン。どうですか、結構いけてない、これ。はい、そしたらここまでしたらもうね、余熱で火通りますんで、火はね、消しといてください。ほとんど置いておきます。はい、一応ね、形をね、整えていきます。はい、こんな感じですね。あら、綺麗じゃないですか、これ。だし巻き玉ができましたね、これ。皆さん切っていきます。僕は6等分ぐらいでいいかなっていうふうに思いますんで、真ん中からまず切ります。すっと片方を3等分。これがうまいのよ。完璧。お、大葉ね。大葉。ちょっと下に引いてみましょう。溝切った大根おろしね、ちょっとやってあげると非常にね、綺麗にいきますんで。至高の出汁巻き玉。シャンシャン。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。日本酒ですか。白鶴大吟醸いただきます。お願いします。
醤油をちょっと大根おろしに少しね垂らしてね、まずは1個いきたいと思います。プルプル感分かりますこれ。ほぼ茶碗蒸しだねこれね。切ったところからね出汁がね出てくるぐらいの水分量なんですよ。トロプル感ですね。そしてお次は大根おろし、これを乗せて、思わず笑みがこぼれる。大根おろしもそんな醤油いらないです。だし巻き卵の味が結構ねするんでね。これは全居酒屋に置いてくる。これタフチャンス言っていいですか。まあ、チョモかな。もう最高の小料理屋リュウジへようこそ。いただきます。いただきます。いただきます。うん。うまいっすね、これ。うまいじゃん。しっかり味ついてるのがまたいいっすね。うん、酒飲みだからね。うん、これと日本酒いいっすね。めちゃめちゃ合いますわ。完璧じゃないですか。次はね、今回はちょっと弱い中火でやったんで、例えば綺麗に曲げなかったとしても味変わんないんで、完全にお店レベルになってると思います。私、出汁の滴る大根の出汁巻き卵、この分量さえ守ってこの通りに巻いていただければ絶対に美味しいものできますので、ぜひ皆さんやってみてください。皆さん、今回ですね、もう私もちょっとあの1本目がの料理がめちゃめちゃうまかったんで、私まあかなり来てるんですけども、最近ね、HP がだんだん低くなってるっていう。年のせいかな。もう今年アラフォーだよ、俺。アラフォーのお兄さんです。皆さん、どうも。なんだっけ。じゃあちょっと一回吐きますね。あ、一回吐ける。ごちそうさまでした。ちょっと、なんか見捨てるみたいになってないですか。いや、そんなことないですよ。そんなことない。決して、決してそんなことない。なんか、この酔っ払いめんどくせえなみたいになってない。違う違う。なんか、やってない。終わる時はいない方がいいかな。そう